え、なにこれ、川渡り？だってもうこうなってるもん。今度は何くぐるの？これはきついな。よいしょ。本当に道なき道じゃないですか、これ。もうあちこち倒木してますもんね。多分もう道としては整備されてないんでしょうね。大丈夫かな、これ。まあ、でもちょっとこの辺りは道っぽい。いっぱいキノコ生えとるし。ごめん、電源撤回。これのどこが道なんだ。やだよ、これ。嘘だろ、これ。よいしょ。枝とか折っちゃダメですからね。これは本当にやってるかどうか分かりませんもんね。私よく道を間違える人だからあれだけど、あ、よかった、一応道はこっちだったみたいですね。これ間違いない、今までの収録の中で一番過酷だ。ところどころこの木のトラップがあるけど、本当にやってんだろうな。不要度でめっちゃ滑りやすいから。あ、ちょっと歩きやすいエリアになりましたね。言いながら足元枝に救われますけど、あ、一応標識もあるし、ここで合ってるみたい、合ってるみたいだけどさ、この辺りとかも、これまたかな、昨日橋があったけど絶対ダメなやつですよね、これ。踏んだ瞬間ドカンだろうな。よいしょ。こんなところで怪我しても119番したって来てくれませんよ。一応張ってたみたい。山の高原はこんな向きない。こっちか。これはどうも、あの起点から6キロ20メートル、6メートル260メートルか来たところみたいな意味ですらしいですね。こっちに行けば行くほど数字が増えてますね。だからこれが、これに従っていけば、まあ間違いなくつけるでしょう。14キロってなってましたから、3分の1以上は来てるんですね。もう4分の3ぐらいまで来たのか。
どこ、これほっ、こっちか。これ。これは本当に分からんぞ。あ、あるわ、標識。いよいよ分からんと、こっから、うん、近鉄のポールはあるけど、嘘でしょ、これ？え？あ、あるわ、標識。いや、これは、これは。お、お、なんか泣いてるよ。カエル？カエルかなんかいるのかな？見えないけど。でかいのいそうですね。本当にあったんだろうな、これ。もうぬかるんでるもん。うわ、最悪。これは無理だろう。おお。あるよな、一応。あるけどさ。向こう？できる？うわ、何この、もはや道じゃないよこれ。あるけど、もはやここは行けないから、あそこからぐっと回るか。
ところどころ整備が行き届いとったところは何なんでしょうね。あ、でも標識また出てきた。なっとったみたいですね。うわ、ヘビおる。嘘や。うわ。ちょっと。今映ってましたかね。本当にヘビいるよ。ちょっとちょっと。えらいとこ来ちゃったよこれ。ようか、そっちちょっとヘビがいますからね。ヘビが嫌だよ。もうすげえ、何これ。ちょっと待って、道終わってんだけど。はないじゃん、もう道。あの下にあるけど、いやこれ降りれないよ、崖だよ。いやちょっと待って、ちょっと待って。うわうわ、すごい景色だ。すごい景色だけど、マジかよ。ここまで来て残念か。多分前は道があったんでしょうね、この先に。でもなんか崖崩れかなんかあった感じだよね。道がなくなっちゃってるもんな。嘘だろ。っていうかヘビもおったからとっとと行こう、帰ろう。最悪だ。もう帰り道は問いませんからね。ヘビもおるから気をつけていきます。ああ、マジで、何だったんだ、ここまで。とりあえず、ちょっと道の開けたところまで戻ってきましたけどね。何キロって標識のあるところらへんね。さっきのところを行かされたあたりだと、この道が全然、整えられた道に見えてくるもんな。とはいえ、今カメラ止めた後もね、ほんと、目の前10センチぐらいのところで、ヘビさんとご対峙しましたからね。いや真面目に怖い。これはね、間違ってもこっちから行っちゃダメですね。急がば回れってね言いますけどね、ちゃんとした道、15キロの道ね、行った方のが絶対無難ですよ。まああっちもあっちでとても歩くのには向いてない感じだと思いますけどね。もはやトカゲがいても、さすがにちょっとここガサッて行った時なんかまたヘビかと思ってびっくりしましたけどね。枝が多いんで、普通に枝を蹴っちゃった時の音もしますからね。あと何回か雲の巣に引っかかっちゃってますね。アリもでかい。虫が全般的にでかい。こうしてみると、目印でこういうの巻くっていうのよくわかりますね。確かに木の枝に巻いてあるとすごくわかりやすいですね。とりあえずあれですね、近鉄さんにはあのハイキングの案内板は取り除いておきましょうと一声かけておきましょうかね。これ下りのが怖いんだよな。人の体は登るのには向いてますけど、下るのに向いてないですからね。こんなところ転げ落ちてたらそっちですよ。結構石地ですしね、草むらだったらね、草がクッションになるんですけど、
石がこんだけあるとね、石がただの凶器にとかしますからね。数シートンとはわわのところがまだだいぶあるでね。言うて6キロ7キロ近く歩いてましたからね。あれどっちやったっけ、わからなくないのこれね。こっち青山高原って一応あそこから、でも青山高原といえば高原ですからね。これで、あの残りのところ制覇したことを一緒にちゃいましょう。多分あのとこがあの三角点とかああいうの全部踏まえとったところってことにしときましょう。正しい場所はこれは車で行った方が良さそうですね。ここか、踏んだら多分落ちそうな。ああ大丈夫や、教会の絵だったと。これがなきゃなかったら本当わかんないですよ。ここがポイント、本当にポイントです。ありがとうございます。こういうのを作ってくれるねメーカーさんがあるからこそこうして道しるべになるわけでございます。まさに道しるべですよね。他のあたりまで戻ってきましたけどね、さっきの蛇のね難関のところから比べるともはやこれノーマルなやり方に見えますもんね。最初はここでワーギャワーギャ騒いでましたけど、とはいえ、とはいえ難しいな、難しい。おう、ああ冷た、失敗。さあ戻ってきましたよ。青山高原、よく見てみたら高いっていう字が昔の高原だけど、滝見台。3キロってことはやっぱあれか、さっきのところが滝見台だったのかな。いや駅の構内の駅の構内の案内、ご案内で確認はちょっとハードル高いんじゃないかな。少なくても蛇のいないところにしましょうよ、ね。まあこれを見てね、ああ駅のね、そう東青山のね、その高見台とか滝見台とかね、あ行ってみたいわと思った方はね、まずこのちょっと YouTube 見てみましょう。こんな感じですからね、ですのであのこれ万が一あの怪我しましたよとかね、何かあってもね、あの一切あの私保証できませんのでね。で、電波はね au ね、一応一部一部かろうじてあったなっていうぐらいですから、ここら辺は大丈夫ですけどね。もはやここら辺なんてもはやストリート街道ですよ。もうさっきの道と比べたらもう、さっきここにヘビでしたからね。それに比べたらもう全然もう大丈夫。まあ多分私も二度と行くことはないでしょうけど、まあ皆さんも万が一ね、ここの方にね、来ることがあるときはね、長袖で行きましょう。でね、あの短パンなんて絶対ダメですよ。短パンね、本当に命に関わりますよ。ヘビいますからね。言うて今日靴下の下からインナーを通してあるんで、一応地肌は見えないようになってるからまだいいんだけど、っていうかおかげでめちゃくちゃ汗かいてるんですけどね。榊原温泉でも入りて、榊原温泉じゃなくてもあそこでいいや、一市の温泉でもいいやな。ここは何だったんだろう、もうや入るなって感じでなんかなってますけど、わからんからいいや。なんすか青山高原コースって、このせせらぎコースは多分ね、ああやって地図に回ってくれたら、もうわからんな、わからんけど、あでもここはなんか入るなって感じですね。キープアウトって感じになってますもんね。あそこでキープアウトになってなかったんだから、ここよっぽどやばいんでしょ。さっきのところが立ち入り禁止じゃないってすごいよね。
いやこんだけ頑張ったんだからこれせめて100再生でも入らないと山形さんが浮かばれないよ。今回は取れ高が少ないとは思いますけど。あ、この辺りから回ったんですね、これ。まあ、こんだけ整備されてるとね、何も気にしてなかったですけど、なんかさっきの道の後だともうここがね、本当あのもう諏訪境のあのメインストリートみたいな感じに感じますもんね。ああ、ちょっとヘビは気をつけとかないといけないかもしれませんけど、次踏み込む足の先にヘビがいるかなって確認しながら行く必要はないですもんね、これだったら。言いとったら出てきそれ怖いな。いやー、いや、ま、ただ間違いなく言えることがあります。うちの動画史上最も過酷です。これはきついよ。下手に距離歩くよりきついよ。つっても距離も何て13、4キロはこの山向いて歩いてるわけですからね。前回平地で21キロでしたから。いやー、こっちのがやっぱきついよ。木々のざわめきが。でもいいですね。いやー、自然に帰りましたよ今日は。あと、うちを帰りにね、今日はあれをやる予定なんで、駅から散歩をね、あっちもあっちで、名勝線に乗るから、時間、気をつけないといけなかったのに、もう何も考えられないや。とりあえずあの地下道、あそこだけ通ってね、行きます。もうあそこ見た後だったら、あの地下道何も怖くない。行ってなんか、ね、知らん人がうわっておったら怖いけど、あれでもないと思ってくればよかったな。まああれだったらね、もう30分1時間ね、普通列車待ったって何もね損しませんから、おとなしく待ちましょう。あー、戻ってきた。マスクしねえと。まだ大丈夫か。全然いなさそうですからね。